今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日は滋賀県近江八幡にちょっと仕事の所用で行ってまいりまして、コンフォートイン近江八幡というところの朝食、バイキングですね、ここ結構すごかったです。何本ぐらいしたかな、お金、後でちょっと調べますが、ポテトサラダとかサラダ、サラダゾーンで、パン焼き専門のトースターがこんなところにあるんですね。今のトークスターらしいです。で、パンコーナーなのでベーコンとかスクランブルエッグゾーンですね、パンゾーンか、だからケチャップとかね、粉があります。で、これシリアルゾーンですね。で、飲み物ゾーンもいろいろ、野菜ジュースから何やら今、あとエスプレッソマシーンとかね、こんなんがいろいろと、もう何でも対応できるような感じになっています。で、取ったのがこんだけでございますね。これ醤油飯とかいう、醤油で焼いた炊いた飯みたいなのが、近江八幡の名物らしいです。なんかこんなパイみたいなのと、サラダと、まあまあヘルシーじゃないですか。これ牛乳かな、ヨーグルトかな、で、これ紅茶かな、で、これ、スープですね。なんか何のスープだったか、コンソメスープみたいなやつでした。で、これが、醤油飯という、結構ねしょっぱかったですね。味がしっかりしている、炊き込みご飯です。で、スクランブルエッグはまあまあこういう感じのものだろうなという感じですね。千切りキャベツはやっぱり野菜取っとかないと朝から、これパンの上にこのポテトサラダ と、キャベツとか乗せたらうまいんやろなとか思いながら食べておりましたが、で、せっかくなのでベーコンをこんな、巻いて、いただきますよ。これ白ご飯やったら、の方が合うんかもしれないんですけども、醤油飯でいただきました。で、これ何やったかな、なんかミートパイみたいな感じの何かが入っております。で、これやっぱ牛乳でしたね。で、食べ、んで、これがあれか、ワッフルみたいなのがあって、チョコレートのなんかこんなの乗せましたと。こんなんね、もう朝からもうご飯も食べられるわ、これも食べられるわで、お、トーストやっぱり食べてますね。トースト焼き器、そう、先生、トースト焼き器がなんか面白かったので、どんなのかなと思って、ビーって出てくるんですね、後ろから。あ、パンパーンって下に降りる、落ちるんか。なんかね、パリッと中が柔らかくて美味しい焼き方でした。で、これ醤油飯ですね、おかわりしております。まあちょっとにしているのかな、だから。で、コーヒーマシーンで、エスプレッソを言いましてですね、で、抽出していて、そこにミルクを一杯、カフェラテにして飲みますと。の甘いものは何も入れへんかったんちゃうかな、砂糖も、シロップも何もなしでいただきましたと、コーヒータイムでございました。というところで、非常にお値打ちで、素晴らしい、朝からこの、朝食あまり期待してなかったんですけど、すごい、いろいろありまして、満足いたしましたというところでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録をよろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ホテルの朝食がね、ちょっといいとテンション上がりますよね。